よいしょ。はい、どうも皆さん、こんばんは、マー君でございます。ほっともっと、なんか新しいチラシもらった。あ、10月23日からロースカツ丼390円だったから、だいぶ先だけど。その前、10月1日月見焼き鳥つくね重、これ買おう。390円安いね、ロースカツ丼390円、100円引くか。で、今日はね、ロースカツとじ弁当520円。はい、七味がついております。あ、ほんとおつゆたっぷりだな。まあ、カツ丼の 上でしょ、カツ丼の上の具でしょ。もろはあのカツ丼の 上ですね。それではハイボールいただきましょう。では今日もお疲れ様でした。乾杯。最高にうまい。それではロースカツとじ弁当いただきます。おいしそうでございます。抜群にうまい。それまずいわけないよね、カツの上に乗ってるはずなんだから。でもカツ丼なら490円、ロースカツとじ弁当にすると520円。この30円の差は何なんだ。同じじゃないのかな。え、実は何か違うのかな。ちょっとホットモットクルーの皆さん、あのロースカツとじ弁当はカツ丼の上の具がご飯と別々になってるだけだと思ってるんですけど、でも値段がロースカツとじ弁当は520円、カツ丼は490円、30円の差がある。この差は何ですか。ホットモットのクルーの皆さん、どうぞ教えてください。こうやって言ってことでちゃんとコメントが来るから。うん、おいしい。おつゆたっぷりだね。でもお漬物も何も入ってないんだね。カツ丼の方は漬物入ってないね。
いやでも美味しいわ。結構味が濃くてマークごろ。うん、味が濃いからご飯にもさ、ハイボールにもすごく合うよ。うん、おいしい。最後の一切れですよ。美味しかった。こういうカツ丼系の味付けはね、大好きです。いや、本日もいいお湯飯でございました。またね、量もちょうどいいですよ。お腹にね、ちょうどいい。腹8分目ぐらいでちょうどいいです。ではごちそうさまでした。それでは皆さん、テイク2。それではごちそうさまでした。皆様とお会いしましょう。さようなら。